ンドチーム日本レコード協会のゴールド認定を獲得。デビュー以降すべての作品がビルボードジャパン年間チャートにランクイン。クスタイル2023年12月8日12時30分 C ハイビーラベルズジャパン。ハイビージャパン傘下のハイビーラベルズジャパン初のグローバルグループ&チームが11月15日水曜日にリリースしたファーストアルバムファーストハウリングナウが2023年11月ドゴールドディスクでゴールド認定を獲得し、デビュー以来発表したすべての作品が連続でゴールドディスク認定となった。また、本日8日発表された年間ビルボードジャパン総合アルバムチャートホットアルバム数集計期間2022年11月28日から2023年11月26日にデビュー以来発表した3作品すべてがランクインしたことが分かった。日本レコード協会によると、アンドチームが11月15日にリリースしたファーストアルバムファーストハウリングナウが11月出荷量基準でゴールドディスクゴールド認定を獲得した。アンドチームはデビュー EP ファーストハウリング ME、セカンド EP ファーストハウリング WE に続いて3作品連続でのゴールドディスク認定を獲得となり、ファーストハウリングシリーズの集大成である初のフルアルバムにふさわしい結果を残した。ファーストアルバムファーストハウリング NOW はオリコンデイリーランキング1位、11月14日、11月7日、11月18日となり、3作品連続で発売初日1位を獲得。2023年11月22日公開、集計期間2023年11月13日から11月19日、ビルボードジャパン週間アルバムセールスチャート、トップアルバムスセールズ、総合アルバムチャート、ホットアルバムスにて総合1位を獲得し、日本国内でも着実に成績を残す一方、iTunes J-POP チャートにおいては19の国と地域で1位、Apple Music トップアルバムランキング J-POP チャートにおいて53の国と地域で1位、サークルチャート、旧ガオンチャートのリテールアルバムリアルタイムチャートで2位と、様々な国と地域のチャートでも好成績を収め、グローバルにファンダムを拡大していることを証明している。そして本日発表されたビルボードジャパン2023年年間チャートの総合アルバムチャートホットアルバムス集計期間2022年11月28日から2023年11月26日において26位ファーストハウリング WE、 28位ファーストハウリング ME、 46位ファーストハウリング NOW と昨年12月にリリースしたデビュー EP 以来発表したすべての作品がランクインし、年間ビルボードジャパントップアーティストチャートアーティスト100にもランクインするなど、ハイビーラベルズジャパン初のグローバルグループとして1年間の活動が与えたインパクトの大きさを物語る結果となった。同じ思いを持つ仲間に出会い勇気を得た少年たちが恐れず大胆に結束の力で世界へ踏み出すスタートラインに今立ち、世界をより良く変えたいという決意の宣言を表現したファーストアルバムファーストハウリング NOW はワンリパブリックのライアン・テダー、グラント・ボーチン、BTS、防弾少年団のダイナマイトをプロデュースしたデビッド・スチュワートといった世界的なヒットメーカーに加え、ハイビーアーティストを数々手掛けるスローラビット、BTS やジャスティン・ビーバーと共作したメラニー・フォンタナ、ベン・ディック・モーラー、ソジ・エム、ダニエル・キムといった豪華なクリエイター陣で制作されているファーストハウリングシリーズの集大成。ルーン&チームのファンネームとともにデビュー以来輝かしい成績を重ね続けるアンドチームは2023アジアアーティストアワーズインフィロピンズ2023ミュージックバンクグローバルフェスティバル等への出演は控えており、グローバルグループならではの活動と
&チームだけのエネルギーあふれるカル群舞、体を曲げる角度から指先まで完璧に合わせ、刃物のようにキレのあるダンスを多くのステージで披露する予定だ。来年1月からは自身初のコンサートツアーも決定しており、着実にステップアップを重ねる&チームの活躍に期待したい。元記事配信日時、2023年12月8日12時30分記者、クスタイル編集部。